のお値段バカ聞いたでございます。さあゆっくり体力伸ばしていいよ。はい、私たち空手で踊るの本当に久しぶりなんです。今踊っています維新の言霊という曲、この空手で踊りたくて踊りたくてしょうがなかったんですけども、ようやく叶いました。今日踊る曲は幕末長州、そして高杉晋作をテーマに作った曲なんですけれども、曲中に坂本龍馬がここの空手でお龍さんと新婚生活をしていた時の詩が出てきます。龍馬が、政治談義が弾んだのか、夜遊びが過ぎたのか、稲荷町で、夜を明かしてしまいまして朝帰りをしました。帰った時にお龍さんがヒステリーを起こして激怒した。その瞬間に龍馬が即興で作った歌というのが下関の歴史博物館の中に残っています。恋は思案の矛やら、あなたの瀬戸の稲荷町というフレーズなんですけども、これをこの空手で踊りたくて踊りたくて、今日ようやくその意味が叶います。ありがとうございます。そして、バカン携帯と、そして後ろに赤い衣装、そして発表着てるのが韓国釜山からやってきました私たちの姉妹チーム釜山兵隊、そして釜山外国語大学校のみんなです。ようこそ下関、ここにここに、はい。彼らはですね、この度高知のよさこい祭りでよさこいアンバサダーとして韓国でよさこいを広めていくよさこいの親善大使みたいな形で高知県の認定を受けました。これから高知で頑張、高知じゃないや、釜山で頑張っていく、そんな大学生たちが今日たくさん来てくれています。今日は下関のバカン携帯、そして釜山携帯、そして釜山外国語大学校、3つのチーム一緒に維新の言霊という曲をお届けします。一生懸命踊ります。どうぞよろしくお願いいたします。やむにやまぬ大和魂トップ